毎年この時期しか食べられないむかわ町のししゃも寿司。しかしこの名物が今ピンチを迎えています。町で唯一ししゃも寿司を提供していたむかわ町の寿司店が昨日45年の歴史に幕を下ろしました。できたらね、もっと長くやりたかったんですけど、ちょっとししゃもも、まあ、取れなくなったんで、まあ、この木にちょっと、閉店しようと思って。先代から受け継いだ店を畳むという苦渋の決断。その背景には近年の漁獲量減少がありました。むかわ町でのししゃもの漁獲量は温暖化などの影響で2022年に激減しました。去年からは資源保護のため2年連続で休漁しています。ししゃもの休漁っていうのは結構いやもうかなり減りましたね。お客さん自体がもうその、まあ、以前より3分の1ぐらいちょっと減少しちゃったんで、それはうちにとっては結構大きいダメージ。この2年間仕入れていた同等のししゃもの数も減少し、閉店日に用意できたししゃも寿司はたったの5貫。ししゃものお寿司自体初めて食べるんで、すごいこれが最後だって思うとすごい残念です。美味しいです。すいません、ししゃも寿司もないんですよ。あ、ないの？はい、申し訳ございません。はい。そうなんだ。店主は閉店後の町全体の観光を気にかけます。やっぱ皆さんこう向かいに来たらもうししゃもはもうないんだ。お客さん自体も減っちゃうんで、まあ、寂しい思いっていうのはかなり大きいですね。観光客が多く集まるししゃも専門店も休業の影響を大きく受けています。店頭は非常にいい香りに包まれています。生干しのししゃもがずらーっと並んでいます。ただ今日の産地を見るとすべて広尾町産と書かれています。今シーズン店頭に並ぶししゃもはすべて道東産。客の数は2年前と比べ半分ほどに減ったといいます。将来にししゃもをつなげたためにもこれはもう致し方ないことですので、私も頑張ってこの局面を乗り切るしかないと考えてますので。一方、町民にとって明るい兆しも見えています。町はおととし、ししゃも孵化場を機能を拡充して移転しました。来年4月には孵化した稚魚の放流を行い、秋の水揚げを目指します。将来的には年間18トンの水揚げを見込んでいるということです。海の異変で揺れるししゃもの名産地むかわ町、町の観光への影響はまだ続きそうです。